はい、いつもありがとうございます。タカです。今回ね、水中映像を撮っていこうと思うんですけれども、ワームはね、こちら、まあ、サムネイルにあると思うんですけど、はい。ゲイリーのね、スーパーグラブですね。以前ね、ちょっと前にね、スーパーグラブの使い方というか、今使うべきというか、今効果的なリグとかもね、紹介させていただいているので、ぜひそちらまだ見ていないという方は、そちらをね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てやってください。はい、今回ね、こちらをね、ちょっといろんなリグをね、ちょっとやってみて、動きをね、ちょっと確認してみようかなと思います。まあね、やっぱグラブってもう長きにわたってね、使われてるし、まあ、いろんな水中映像も過去に出てると思うんですけども、あえてね、今もう一度この動きを確認してみようかなと思います。もちろんね、グラビンバズとか、水面引くんであれば別にこのままね、見ていただければ問題ないけど、それ以外ね、水中っていうのはなかなか分かりにくかったりするし、水中の中で、ね、こうイメージするっていうのも非常に重要かなと思うので、今回やっていこうと思います。はい。なんで、ワームね、こちらですね。はい。カラーはギルカラーですね。ダークブラウンブルーギルってやつですね。はい。結構このカラー僕好きなんですけども、ゲイリーシリーズでも結構ラーメンが入っててアピール力も強めって感じです。はい。じゃあそれぞれやっていこうと思います。バス釣りジャパンチャンネルや各種の使い方、季節ごとのバス釣り、新製品のレビューなどね、各種バス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。はい。ではね、早速やっていこうと思います。まずはですね、オフセットのシンカーからいこうかな。はい。鍵なんですけども、こちら使おうかな。スタンダード。はい。流儀の。サイズ10ですね。まあ、結構太軸、このね、小型のワームなので、結構細軸かつちっちゃめの針がいいかなと思います。これですね。こちらを刺していこうと思います。まあ、刺すのは非常に簡単です。これね、向きによって、この縦ライン入ってるんですよ。この、ちょっと見にくいかもしれないですけど、縦ラインから入れるか、横から入れるかもちょっと若干変わるんですよね。はい、で今回はね、ちょっとこの入ってない方から抜くようにしようと思います。はい、こんな感じですね。はい、非常にシンプルです。じゃあ、これでちょっとやっていこうと思います。ちなみに、このマットをうるさいっていうコメントいただいたんで、マット敷いたのはいいけど、めちゃめちゃ浮くんですよ、これ。なんで、バレットシンカー落ち込んでる、奇妙なことになってますけど。はい、じゃあ、これね、やっていこうと思います。オフセットノーシンカーですね。こんな感じですね。グラブの動きが分かりにくいですね、巻かないと。まあ、こういうね、ちょっとスイミングさせてみますか。まあ、こんな感じ。まあ、ノーシンカーだと、どうしてもそのシンカーがないことによって、テールの位置では弱いんですよね。なんで、こう、グラビンバズしたりとかしないと、結構分かりにくいかなと思います。なんで、これだけね、結構実は、引いてても、ゆっくりしか動いてくれないんですよね。これがピッとやってあげれば、まあ、違うかなと思うけど。で、ノーシンカー着底した時も、こう、着底した時にそんなふわっとはならないんですけど、まあ、シンカーのね、結構バランスにもよると思います。シンカーとかノーシンカーの場合、ボディがね、こういう感じに落ちるか、ケツから落ちるかみたいな。まあ、着水するのってこっちからじゃないですか。まあ、こういう感じですね。とりあえずこのシンカーを入れてないことで、やっぱ立ち上がりっていうのはあんまよろしくないので、ノーシンカーはよりナチュラルですね。はい。ただ、ゲイリー素材と使用比重はあるので、しっかりこう沈んではくれます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次のリグ行ってみようと思います。はい、じゃあ次行こうと思います。次はね、こちらね、はい。はい、じゃダウンショットですね。ちょっとまあショートリーダーにしてます。推進ないんで。はい、じゃあこれやっていこうと思います。どうですか？やっぱりこのシンカーがしっかりあることで、ノーシンカーだとどうしてもその、なんて言うんだろう、パワーがないので、そのブルブルっていう感じが巻かないと出ないんですよね。ただ、このダウンショットシンカーがあることで、最初の落ち込みの時にフラフラっとこうなってくれるって感じですね。もちろん、これでスイミングさせても全然いいと思います。で、もちろんシンカーがこう落ちてから、その後にこう下にね、こうふわっとなってくれるんで。リフトさせた時もシンカーとブルブル、ブルブルみたいな感じですね。はい。普通にシェイクとかしてあげても水平にはならないけど、ちょっとこのなんか浮き気味でね、こうフラ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 と深海に追従して動いてくれるっていう感じですね。はい。深海の重さ 1.8 です。まあこれピンスポットとかボトムちょっと浮いてたとか、今の時期でも全然いけますよね。はい。はい、これがじゃあダウンショットでした。次はね、こちらオフセットフックのままネイルをね、ちょっと打ち込んでいこうと思います。このね、ちょっと重さを変えてあげる腹のところぐらいがいいかな。ちょうどフックの真下ぐらいに沿わせるようにちょっと入れてあげる。はい、こんな感じで入れてあげてます。ちょっとこれでやってみようと思います。あ、これの方がでもホールとかはいいですね。
とレスポンスの良さがやっぱ良くなるので、もちろん進化を入れる位置によっても変わるし、今真ん中ぐらいなんですけど、ちょっとフラフラフラっとねしてくれます。テールが多分水をかき回してワームのパワーが弱いから、ゆっくりフラフラっていう感じになってくるんですよね。はい、こんな感じですね。はい、次行こうと思います。はい、じゃ次ですね。次はこちら、はい、テキサスですね。テキサスなんですけど、ちょっとね、止めてないです。このフリーテキサス状態ですね。まあでも基本的に動きはあんま変わらないと思うんで、あ、フリーにしても全然いいですね。もちろんね、こうスイミングするんだったらこっちの方がね絶対いいんで、こういう感じの泳ぎ方ができるっていう感じですね。意外とでもスピードつけないとテールって動かないんだなと思いました、正直。なんかもっとね薄っぺらいなったらピラピラなるけど、意外と分厚いなっていうのを正直やってみてね、ちょっと思ってます今。はい、ちょっと同じくテキサスなんですけど、ちょっとペグ止めるのめんどくさいんで、テロテープで止めてます。これね動かないんでね、はい、これでやってみようと思います。あー、やっぱ全然違いますね。このもちろんね、このペグ止めするところの位置とかにもよると思うんですよ。ペグ止めする位置が要するにちょっと開いてあげるとさっきみたいな感じになるし、よりもっと近づけると、近づけますか、うん、今ぴったりぐらいにしたんですけど、ぴったりぐらいだともっとこういう感じの動きになるって感じですね。まあ、テキサスやっぱいいですね。だからなんか意外とね、やっぱそんなテールってすごい細かく動きそうで動かないんだなっていうのを思います。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ次行こうと思います。はい、じゃあ次はね、こちらフリーリグですね。こんな感じになってます。まあ、フリーテキサスとまあ結構近い動きはすると思うけど、ちょっとやっていこうと思います。シンカー重たいんでね、ちょっと、あ、でもこれやっぱいいですね。僕フリーリグ結構いいなっていう、まあ前回動画で紹介したんですけど、このさっきのフリーテキサスどうしてもこうラインがねこう引っ張られちゃうんで、そっち方面に動いてしまうんですよね。ただこれは先にシンカーがストンと落ちてくれるので、今水深めちゃめちゃ浅いですけど、浅い状態でもこういう動きが出るっていうのは非常にいいですね。クイックかつ、まあ、もちろんシンカーの重さとかにもよりますけど、今 7g かな、これが落ちるときはもちろんピラピラってなって落ちてふわっと、で上げた時のこのちょっとアクションピピッと加えてあげるだけでもこういう感じにねなってくれるのでいいんじゃないかなと思います。でちょっとランダムにね動いてくれる、抵抗値あんま強くないワームなので、そう、深海をねすごい離れるわけではないけど、ちょっとやりすぎだとこの中でエビになっちゃうこともあります。だけど全然ねこう取れるし、ちょっとこうアトランダムにしたいとかいう時ですよね。いや、非常にいいですね。はい、これフリーリグでした。もちろん直リグみたいなね、こうボトムでこうやってちょん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 ってやってもこういう感じで動いてくれるので、まあいいかなと思っております。はい、じゃあ次行こうと思います。はい、では次ちょっとやっていこうと思うんですけど、ちょっとカメラのね電池が切れたんでアングルが若干ずれてるかもしれないですけど、次はねこれ、はい、マス張りのちょんがけのグラブですね。はい、これやっていこうと思います。おお、なるほど。やっぱりね、オフセットフックのノーシンカーってどうしてもその針がついてるじゃないですか。針の重さがあるので、その分ね落ち方っていうのが変わるんですよね。なんかちょんがけにするとこんな感じです。着水と同時にこれもね、シンカー、頭にね、針がついてるんで、頭側にこうちょっと落ちる。まあ、これ結構細めの、細軸のちっちゃい針使ってるんですけど、それでもこれぐらい動くので。で、やっぱりね、その伝達する、ボディの震えっていうのが、後ろのテールまでしっかりつながるので、ちょっとした動きでも、ちょっとテールの動きっていうのがクイックになるかなと。まあ、ちょっとした違いだと思うんですけど、まあ、わかるかな。どんな感じでしょうか。まあ、見比べてもらったらわかると思うんですけど、オフセットフックをつけることで、ちょっとね、テールの柔らかさっていうのは、なくなるかなと。いう感じですね。なんかちょんがけの方がどうしてもこういうね、ちょっとすごい滑らかな泳ぎにはなります。テールも動きやすいかなっていう感じですね。はい。なるほど。これだけやっぱ結構ちょっとした違いでも影響が出るっていうのが分かりますね。はい。じゃ次。はい。これね、ジグヘッドですね。まあ、これをちょっとつけていこうと思います。0.9g ぐらいですね。レンジローラーですね。
これでね、60を釣られたというコメントもいただいたので、はい、もう間違いないと思うんですけども、これさせていこうと思います。はい、ではやっていきます。10ヘッドですね。どうでしょうか。あ、でもやっぱスイミングのね、立ち上がりというか、そういう部分はいいかもしれない。でもちろんね、シンカーというか、まあでも近いかな、ちょっと動きの質が違いますよね。なんて言うんだろうな、なんかシンカーが誘導しない、もちろん重さにもよると思うんですけど、もちろんこれそういうストとかちょっと難しいと思うけど、スイミングとしては非常にいいんじゃないかなと。フッキングの、ね、やっぱ効率もいいし、もちろん、うん、こんな感じですね。なんか違いが分かればぜひコメントいただけると嬉しいです。今やってる感じだとちょっとね、ワームがねぐるっと回るんですよね。やっぱそのシンカーというか、頭にシンカーがついてて、オフセットフックとかマス針とかってどうしてもそのバランスがあれなんですね。針の回転するようローラルするようになってるので、まあ、くるくるとちょっとね、くるっとくねっとなりますね。テールがしっかり動いてくれるというか、テールに合わせてボディもちょっとロールしてくれてますね。あ、なるほど、こんな感じになるんですね。はいですね。はい、じゃあ次行こうと思います。次最後行こうと思います。最後はですね、はい、最後はね、こちら、はい、僕が今回おすすめしているブレディですね。このタイプですね、コロラでウィーロリフトタイプですね。はい、これちょっとつけてやっていこうと思います。はい、じゃあこちらね、次、はい、これですね、セッティングこんな感じになってます。で、結構ねこれやっぱ巻いてあげるとこのテールとブレードがブーってなるんですけど、今回ねフォールが結構これいいので、それをちょっと見ていただけるかなと思います。はい、じゃあやっていこうと思います。わかりますかね。こんな感じで、リフトした時もこうブルルッとなって、ピラピラピラみたいな感じで泳いでくれます。で、今やってて思ったんですけど、このブレードのね音もやっぱ出てますね。ちょっと震える振動と、ちょっとねそのシンカー部分とかと接触する音っていうのが出るので、そういうのもね実は結構聞いてるんじゃないかなっていう感じがしますね。なので今までやってきたリグっていうのはどうしても針単体、シンカー単体とかだったんですけど、これっていうのはそのブレードがあることによって音とかフラッシングっていうのが非常に強くなるんですよね。でもちろん姿勢も安定するので泳がせやすいし、まあ、こんな感じ、スイミングシャーこんな感じで泳ぎますからね。で、この全然動きの違うテールがついていることで、より強くアピールしてくれるっていう感じですね。でも、打ち物として使うことも全然できるし、巻いてもいいし、っていう感じですね。こんな感じ。はい。はいですね。やっぱ個人的にこれやっぱ一番いいですね。パワーバランスがちょうどいい。ちょうどなんかブレードケース、フィナーベとか、チャッターとか、まあ、チャッターはちょっと別物ですけど、まあ、ちょっと強い、そういう系が効かないときにフラッシング要素を出したいなときに非常におすすめなんじゃないかなと思います。もちろんオフセットフックなんでいろんなところ打ち込めるし、まあ、非常にいいかなと。はい。はい、では今回ね、こちらね、グラブのちょっとリグをいろいろやっていきました。まあ、やっぱりね、結構発見としては、その意外とテールって細かそうに見えて分厚いんだなって思います。なので、ちょっとしたね、ノーシンカーとか、なんか今って結構すっごい薄いものって出てると思うんですよ、テールで。そういうのってちょっとした水量を受けたらこう不安となるんですけど、そう不安となりにくいなっていうのを感じました。なので逆に言えば、若干結構水は押してくれるんじゃないかなっていうのをね、僕としては結構発見でしたね。はい。で、もちろんこのブレディセッティングっていうのは非常にやっぱ名前難しいし、ブレディ単体だけでもね、結構使えるので、そういう分では非常にやっぱいいかなと。で、あとノーシンカーのそのマス針だったりとか、オフセットの違いとかね。で、フリーリグとかもね、ちょっと違ったりしたし、テキサス使ってもそうだし、このね、同じ形の、グラブのテールが、このリグによっていろいろ動きが変わるんだなっていうのをね、今回やってみて思いました。なので水中のイメージとか実際見えないけど、そういうことが起こってるんだろうなと思います。でもちろんね、今実際これは横の釣りがちょっとなかなかできないところなんですけど、そういう部分でも変わってくるし、竿でアクションしてあげるともっと動きは変わるかなと思います。なので立ち上がりとかね、そういう部分ではこの辺はねちょっとまあ見てもらえたらなんとなくわかるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひぜひね、皆さんいろんなリグ試していただきたいなと思います。はい、っていう感じですね。なんでね、ぜひぜひ皆さんちょっと水中でね、もしグラブ使われるときにイメージできる何か少しもヒントになれば嬉しいと思います。はい、では今回となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。